奇跡、それは因果関係を結びたがる人間が生み出した言葉である。辞書にそういうふうに書いてありました。あ、すいません、嘘です。ただ奇跡が起こったのでこういう動画を撮りました。どうもこんにちは。今からリベンジマッチに行きたいと思います。綺麗な空や。苦手な阪神高速を克服することは、行きたい方向の車線をキープラインすることである。コンさんの話してた。どこやったんですか。ちょうど車の中で。よかった。わー、めっちゃ心配です。これってバッテリーどこでしたっけ。あ、これサブなの。あー、そっか、これ、そっか、前のあれの下ですもんね。そうそうそう、ダイライトこっちですね。多分充電はバッテリーあるはず。まさかここで出会うと思わなかった。しかもこんなちょうど上がったタイミングで。バッテリー上がりなんて大した問題じゃありません。これはですね、まずバッテリーから端子プラスを先に接続してから、マイナス同士でつなぐという感じですかね。プラスを後につけるとバチって言いますからね。全然簡単ですよ。こんなもんはすぐにエンジンかかってトーツさん行ってらっしゃい状態ですよ。弱いな。どっちから行った方がいいかな。サブバッテリーでかかりませんよ。10秒後ぐらいにセルマーショーです。これがね、面倒なんですね。コースが番ですね。でもこのあれってバッテリーですよね。
多分バッテリーは思うんだけどね。でもちょっと、そんなん、そう、バイクでね、ようやるんですよ。あ、バイクって言えば、あの、はい、川崎ですか。はい、あのバイクってどうなんですか。サトシさん。まあ、あれはね、壊れたの。あれ売りよったの、僕が整理。あー、今回だ。でも、いけたのね。あ、ちょっと枠に来てますね。ハグシのエンジンかかってるから。よかった。けど、僕、このバッテリー上がってなかったら、そんなシューって言っとったから、あれなかったですけどね。ほんまやね。うん、うわ、奇跡やね。よかった。びっくりしたな。まさに。めっちゃ嬉しかったな。嬉しかった。大好評。なんかまさか会えると思えんかった。しかもここに来る前でトーチさんの話してたとこや。会いたいなっていう話しとったよここで。ほんで、また一緒に釣りも行きたいしなって、で連絡先知ってんねやろって言って、メール知ってるよっていう話してたとこや。ほんで着いたら。ヨンシンさんですかって言われたから、なんで知ってるんですかって言ったら、トーチですって。びっくりしたよ。マジびっくりしたわ。いやー、まあちょっと時間はね遅くなっちゃったけど、十分いいよ。タチウオ釣れてへんけど、トーチさんを釣れたからね。じゃあ、すげえ、ルアーです。何それ、それ、マイワシちゃうんか。え、マイワシやん、これ。マイワシ、マイワシ。なんか釣れた。マイワシやん、すげえ、いいやん。美味しいやん、マイワシ。いようか、これすげえ、マイワシちゃん。サバがうるさいですね。サバがうるさい。うさび。うさび。来たよ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 。
った方がいいって、それ。大丈夫、最悪なとこまでやるから。いや、これが今最悪なことやねん、それが。Dラインもそれになったらもう絶対あかんねん。もう一番それが最悪なことになってるから。なんじゃこれ。それは今最悪な状況で、ほんまに。あとここだけ取りたいねん。こいつがもう、もさもさのやつがくっついてきて。こうなったらもうわかんねん。やめとくって。あ、ちょっと、もうこいつ。うん。サバ2匹と、マイワシ1匹。マイワシ、餌にしちゃう？もったいないよな、でも。マイワシなんかな？マイワシか。ゴーゴロイワシみたいな。いいよ、来てるじゃん。来てるじゃん。巻いて、巻いて、うん、いいよ。あ、来てる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 、なんか早いよ。サバちゃん、あ、サバや、すげえ、君サバの猛攻や。ドキドキしたんちゃう、サちゃん。出た、サバ。でも出こい。これはもしやサバ、サバの猛攻やなのだ。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。帰りに釣りの楽しみ見つけました。家系ラーメンずっとね食べたかったんですよ。横浜以来食べてなかったですからね。で食べた結果めちゃくちゃうまかったです。そしてピリピリした雰囲気もなく、お店の人もすごく気さくて本当に良かったです。感幕というわけで、毎度のごとく最近ソラちゃん登場しておりますけどね、それはなぜかというとそわそわしてるんです。魚料理をしたからですよ。はい、十五夜らしくこんな感じでサバをやってみました。というわけでね、今回いろいろ奇跡が起きていましてね、本当に普段やらないことをやったが結果、まあなんと視聴者の方と出会えたということで、これを大事にしていきたいなと思います。月は引力で引き付け合う、噛んでしもた、とにかく視聴者さんと引き付け合える YouTuber でありたいとそう思いました。というわけでまたお会いしましょう。ではでは。これどういう状況？